リケンベムトンボンポロンドムカンバジャンジャックワムトンボは、コンゴ民主共和国出身の元バスケットボール選手。1991年より、NBA のデンバーナゲッツに入団して、以降2009年に引退するまで、数チームでプレーした。ディフェンスを得意とする高センターである。最優秀守備選手賞を4度受賞。オールスター戦には8度出場。 身長2 1 9トル1 1 8ラム背番号は55。2015年には伝堂入りを果たした。ザイールの近社さで、ルバ族の両親の元10人兄弟の7番目の子供として生まれた。1987年にアメリカが衆国政府の外閣団体 USAID より奨学金を受ける資格を得、 医者を志して、米国のジョージタウン大学に留学した。バスケットボールの名門としても知られる、同大学のジョン・トンプソン監督は、ムトンボを見込んで、バスケットボールチームに勧誘し、これより、ムトンボは、バスケットボール選手の道を歩むことになった。2年生から公式戦に出場したムトンボは徐々に、頭角を表し、4年時には、平均1 2にリバウンド、1 5に得点を、 記録した。ムトンボの1年後輩には同じくマイアミヒートなどで活躍し、高センターとして有名になるアロンズをモーニングがいた。言語学と外交学の学位を取得して大学を卒業したムトンボは、1991年の NBA ドラフト全体4位でデンバーナゲッツに指名された。1年目より2桁平均の得点とリバウンドを上げた。 ムトンボは低迷するナゲッツのインサイドを支えた。ムトンボはルーキーシーズンに1試合平均16.6得点、12.3リバウンド、ほぼ3ブロックを記録してオールスターに選出された。ムトンボは特にディフェンス面での貢献が目立ち、1990年代を代表するリバウンドやブロックショットの名手に成長していった。しかし、 ナゲッツは他に優れた選手を下記チームは苦戦した。ムトンボは5シーズンをナゲッツでプレーしたが、その間のチーム成績は42勝40敗が最高だった。しかし、入団して3年目の1994年ナゲッツは、ウェスタンカンファレンス第1シードのシアトルスーパーソニックスを第8シードのチームとして、初めて NBA のプレーオフで倒した。ムトンボのディフェンスが、 この勝利に大きく貢献し、彼は5試合で31ブロックを記録した。このシリーズではソニックスが2連勝した後、ナゲッツが3連勝したが、第5戦無トンボは試合終了時にリバウンドで取ったボールを離さずに、フロアに倒れ込み目に涙を浮かべた。プロ入り3年目の1994年から3年連続でブロックの平均と総数でリーグ首位に立ち、 ブロック総数はその後も2年間リーグ最多だった。1995年以降リバウンド総数でサンドリーグ最多をマークした。セブンティー・シクサーズ時代のムトンボ同じく1995年には初めて NBA 最優秀守備選手賞を受賞し、アトランタホークスに移籍してからは同賞を2度、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズに移った2001年にも再度受賞した。 1990年代末から21世紀初めに、かけ、NBA では、シャキール・オニールを除き有力なセンターが次第に少なく、なり、ムトンボはリーグで価値を増していた。2000から01シーズンに好調だったシクサーズは、プレーオフを見越して、トレードでムトンボを獲得。シクサーズは、NBA ファイナルまで勝ち進み、ムトンボは、オニールと対戦することになった。 初戦は制したものの続く4試合を落とし、シクサーズの優勝はならなかった。翌シーズンもシクサーズでプレーしたムトンボは、続く2002から03シーズンには、ニュージャージーネッツに移った。ネッツは前シーズン NBA ファイナルに進出したが、オニールを擁する、ロサンゼルスレイカーズに完敗しており、対オニールを意識したムトンボ獲得だった。しかしムトンボは、 手首の怪我でシーズンのほとんどを欠場し、さらにバイロン・スコット HC との確出も表面化し、プレーオフでも出場時間を多く得られなかった。このシーズンも NBA ファイナルに進んだネッツはサンアントニオスパーズに2勝4敗で敗退した。ヒューストン・ドケッツでのムトンボネッツ時代より平均得点、リバウンドとも2桁を割っていたムトンボは次の2003から04シーズンには、 ニューヨークニックスに放出された。出場した試合の内多くで先発したが、個人成績はあまり変わらず、シーズン終了後にシカゴブルズにトレード、間もなくヒューストンロケッツへと、再びトレードをされた。ロケッツではもっぱら、ヨーアキラの控えとしてプレーしている。2006から07シーズンは、ヨーアキラの故障もあり33試合に先発、この間は2桁リバウンドを連発し、 存在感を示した。以降、両はキラが不在時の貴重なインサイド要因として活躍した。2008から09シーズンのプレーオフ1回戦、ポートランドトレイルブレイザーズの試合中に、左膝の全十字靭帯を断裂する重傷を負ってしまった。その試合後、ムトンボは、私のキャリアは終わったと語り、同年4月23日、現役引退を発表した。 2015年11月24日、アトランタホークスの本拠地、フィリップスアリーナでのボストンセルティックス戦のハーフタイムで永久欠番55の授与式が取り行われた。2016年9月25日、デンバーナゲッツは、ムトンボか在籍中に着用していた背番号55を永久欠番にすると発表。十月二十九日のポートランドトレールブレイザーズ戦のハーフタイムに、 永久決板授与式が取り行われた。BASKETBALL-REFERENCE.COM ありがとうございます。